演舞開演。どうも、本日はこちらお通じ屋のスルッと抹茶というものを飲んでみたいと思います。まあ、ただのお茶ではなく、このようにグワ豆という成分、豆の成分が大量に含まれており、ノンカフェインで体にいいということですね。なんだかなんかこういうものもついてきました。この商品の解説書なんでしょう、あるいはおすすめ商品の解説書なんでしょう。まあそれは置いておくとして、早速飲んでみたいと思います。気をつけないとぶちまけたりしたらシャレになりませんからね。中身は綺麗な緑色の粉末ですね。そしてさらに専用の計量スプーンまでこれを1回分、これ1杯ということみたいですね。はい、入れました。飲み方はここにホットやアイス、牛乳、豆乳といろいろありますが、今回はホットでいってみたいと思います。注ぎますよ。このぐらいかな。ではまず、では飲んでみます。お掃除してくれるだけあって、やっぱり少し違いますね。あなた、いつものようにやってしまいましたね。ちょっと熱くてすぐに全部は飲めそうにないので、先に感想を言います。抹茶の味は抹茶とはちょっと違う味なのですが、美味しく癖のない味で非常に飲みやすいです。効果のほどはまだ分かりませんが、飲み続ければきっと、そう信じてこれからも飲み続けたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。